皆さんどうも、唐揚げ大佐です。いやー、今年もいっぱい、ラブライブにお金を使ってしまいました。でも、キャストさんたちの美味しいご飯になっていると思えば、逆に嬉しいまであります。さて、今回は、そんなお金を使った中でも、買ってよかった、ベスト9、と題しまして、私唐揚げ大佐が、ホクホクになったものをご紹介していきます。買ったもの、とは言いつつ、ちょっとふわっとした概念でお願いします。また、もともと行く予定だったライブチケットなどは対象外となっております。それではどうぞ。第9位。フィグマシリーズ。渋谷カノン。第9位はこちら、可動式渋谷カノンフィグア。そこまで動画に出てないし、遊んでるわけではないんだけど、あるだけでワクワクできちゃう神アイテムでした。なんかこれでおもろい動画撮れそう。って思ってたりしますが、なかなか。第8位。プレイマット。ウィーユー。第8位はこちらのプレイマット。もともとスリーブとか、プレイマットを集めるのが好きなんですが、マウスパッドの代わりにもなり、さらに汎用性上昇。今まで、アクア、カノン、スタドリプレイマットを気分で変えていたのですが、リエラも9人になったということで、どうしても欲しかった一品。基本的にプレミアムショップのみでの取り扱いで、かなりの人気商品につき、売り切れ必至。しかし、なんとか自力で入手できました。9人はこれからのスタンダードということで、これからも地味ながら活躍するでしょう。え？またメンバー増えるん？第7位。伊達さゆり写真集。足跡を。第7位はこちら、ご存知伊達ちゃんの写真集です。辛い時、ムカつくことがあった時、そっと、この本を開く、すると迎えてくれる、無邪気な表情。輝く笑顔は、まさに太陽のような温かさで、傷んだ心が。おっと、長くなってしまうので割愛しましょう。第6位。ライブブルーレイ。年越しカウントダウン。おそらく、現状最強ボリュームのブルーレイ。アクア、虹ヶ崎、リエラのパフォーマンスはもちろん、途中のコーナーでの、各校の交流の様子は、まさにお宝映像。いいぞ、もっとやれ。瀬戸利も普通に強く、各校の主力曲が集まっているので、流し見にも最適です。まさにお祭りてんこ盛りの、おすすめブルーレイでした。第5位。ファンクラブ。アポロベイクルーザー。第5位は、伊達ちゃん、なぎちゃん、のんちゃんの所属事務所。アポロベイのファンクラブです。去年から入会しており、その時はブログ閲覧だとか、グッズ購入に使用していた程度でしたが、今年は伊達ちゃんのバースデーイベントの申し込みができるように、結果的に外れてはしまいましたが、入っていなければ応募すらできませんでした。また、そのイベントで好評だった、伊達ちゃんの江ノ島一人旅の動画や、アポロベイ声優全員による運動会企画の動画など、限定コンテンツが盛り上がりを見せてくれました。ありがたやありがたや。第4位。リエラファンミグッズ。ガジェットケース。第4位はこちらのガジェットケース。平たく言うと、ノートパソコンケースなのですが、私の編集用ノートパソコンにぴったり。厚みもあって、かなり重宝しています。あまりアニメしていないので、普段使いしやすいのがポイント。使っている頻度で言ったら、間違いなくナンバーワンのアイテムです。第3位。アニメブルーレイ。虹ヶ崎、ニキニカーン。第3位はこちらのブルーレイ。正直、ニジフィクスのシリアル目当てで、ディスクはおまけだと思っていました。アニメもそこまで見ていたわけではないので。ところがどっこい、特定映像が豪華で、クォーツファンミの様子が収録されていました。神曲、ビューティフルムーンライト収録。さらに、アイオンの歌も収録されており、有観客、かつ、フル、は、本ディスクのみ。何回も見ちゃいました。コスパ最高。第2位。ライブブルーレイ。ギルティッツ、セカンドライブ。第2位はこちら、ギルキスのブルーレイです。ワンチャン、ラブライブがなくなっても単体でやっていけるんじゃないか？とすら思える、どこに出しても恥ずかしくないパフォーマンスを見せる、ギルティキス。もちろん、ライブ本編も、生バンド演奏など、見どころ満載なんですが、これも特典の、ライブ音源 CD が豪華。他ユニットや、虹楽でもついてたりしますね。車で聴けるのは嬉しいですね。迫力のある、ギルキスの歌声は、鼓膜を突き破って、私の心を直接揺さぶります。あれ？ラブライブ史上最強のアルバム来ちゃった？過去のライブ音源も、どんどん CD にして売ってくれていいのよ。流行る、第1位は？アクアシックススライブ。東京ドーム公演。当日チケットを。ライブ当日、仕事に行ったら、実は休みで、その場のノリで即購入した当日券チケット。元来行くつもりのなかったもの、ということで、ランキングにカウント。ラブライブのチケットの当日券があることも衝撃でした。
席は最上階でしたが、全体が見渡せたので、中途半端よりは、むしろグッド。リエライバーになって久しく、ワンチャンアクアに追いついてきたか?なんて思っていましたが、やっぱりアクアってすげえ。そう思わせてくれました。あの巨大ワイドスクリーンが、脳裏に焼き付いて離れません。いかがでしたか?皆さんの買ってよかった、主力のアイテムを教えてくださいね。今年の投稿も、残すところ、12月30日、1回の予定です。最後までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。